アリフレールスクーラソンはアイスランドレイキャビーク出身のプロサッカー選手。アイスランド代表。イフックのルシェーピン所属。ポジションはミッドフィールダー。バルルレイキャビークでプレーを始め、16歳の時にオランダに渡り SC ヘイレンフェーンのアカデミーに入団した。2005年にヘイレンフェーンを退団し、アカデミー時代を過ごしたバルルでプロデビュー。バルルで 半年プレイした後、アルスベンスカンの BK、ヘッケンに移籍。しかしヘッケンは、スーペルエッタンに降格した。翌シーズンも昇格を逃したため、アルスベンスカンの GIF、スンツバルに移籍した。2012年シーズンには、チームキャプテンを務めた。2013年7月、スンツバルとの契約満了後、デンマークスーペルリーガのオーデンセビー K に加入。 2016年7月、ベルギーのスポルティングロケレンに移籍。世代別代表でカズジアイに出場した後、2009年のイラン戦で A 代表初キャップ。2012年のラーシュラー・ゲルベック監督就任後からレギュラーに定着した。クラブではミッドフィールダーでプレーすることが多かったが、代表では左サイドバックとして出場することが多く。2014、FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選では左サイドバックのレギュラーを務めた。UEFA ユーロ2016では前後試合にスタメン出場し8強入りに貢献した。ありがとうございます。